はい、今日は、マトリックスの一応続きっちゃ続きですね。マトリックスシリーズを作った、まあ、ウォシャウスキー兄弟が、まあ、なんかですね、まあ、監督じゃないんですけど、まあ、脚本とかで、まあ、絡んだ、まあ、ファイブ・フォー・ベンデッタのお話をしていきたいと思います。これはもともとがアメコミなんですけど、まあ、アメコミ読んだことなんですけど、とにかく、これはですね、まあ、その近未来なんですけど、まあ、その機械がどうとかっていうそういうマシンが出てくるとかじゃなくて、まあ、ありそうな、まあ、未来みたいな、まあ、まあイギリスが舞台なんですけど、まあ、イギリスが独裁国家になって、まあ、それで、まあ、市民がいろいろ抑圧されているっていう状況で、まあ、それで、まあ、革命が起こるっていうことですね、まあ、もう一度民主主義がに戻るっていうこと、まあ、そんな感じの話ではあるんですけど、まあまあ、この仮面のとこ V っていうんですけど、まあ、V っていうのが、まあ、その何ですか、その前にあった、まあ、架空の戦争なんですけど、架空の戦争をしている時に、まあ、このイギリスが裏で人体実験をやって、まあ、生物兵器を作っていた時に、まあ、なんでか知らんけど、まあ、体制ができて生き残っていた。だ何をやってもなんかいろんな実験でどんどん人が死んでいくのに、この V、 もともと Vの人が V になる前の状態の時に、まあ、その捕まって捕虜で捕まってて、まあ、それでまあ生き残っていって、まあ、それで生物その実験してるその研究所がまあなんか何かしらのことで大爆発を起こして、まあ、それでまあ彼がまあ逃げて、まあ、ずっとその戦争が終わった後に、まあ、ちょっとふと出てきてこの独裁国家をもうぶっ潰すっていう。でね、独裁国家をぶっ壊すみたいな感じに、まあ、なって出てくるんですけど、まあ、その先の戦争で、まあ、利益を得た人たちっていうことに、まあ、一人一人まあ復讐をしていくっていうこと、まあ、復讐をしていって最後の最後に、まあ、その政府そのものをまあぶっ壊すっていうことをやってのけてっていう話なんですけど、まあ、一つ一つがすごくなんか美しいんですよね。まあ、そんなこんななんですけど、まあ、血もどんどん出てくるんですけど、でもやっぱりすごく美しいんですよね。やっぱマトリックスのところからやっぱりあったその表面的な映像の表現に、まあ、最初はまあ食いついてくるかもしれないけど、何度も何度もやっぱ見ていく中でやっぱその本質的な哲学的な美しさっていう人の、まあ、叙情でいうところのまあ人間参加みたいな、そういったところがまあ見えてくるのがやっぱこのファイブ・フォー・ベンデッタのいいところで、まあ、っていうかウォシャウスキー兄弟がやるやつって全部そうなんですけど、表面的に、まあ、映像表現がすごいだけど何回も見たい、まあ、それが見たいから何回も見る、そしたらなんか別の魅力っていうか本当はこっちなんじゃないかっていうような魅力っていうのがやっぱりあって、まあ、それがまあ顕著に出てるのがこれなのかなって、その詩的な美しさみたいなのが出てるのがこれだなって思ってます。で、マトリックスの時に、まあ、言い忘れたんですけど、吹き替えがすごくセンスがあるんですよね。まあ字幕でもやっぱ見てて面白いんですけど、ファイブ・フォー・ベンデッタは特に面白いんですよね。なんかそのシェイクスピア的な、なんかちょっと渦中にいるにもかかわらずなんかちょっと俯瞰してるような感じとか、そういったものがやっぱ面白いんですよね、一つ一つ。まあそんな感じですね。まあ、すみません、マトリックスレボリューションがあまりにも長すぎたんで、ちょっと今日は、まあ、今度すぐ終わらせようかなと思うんですけどこの V っていう主人公なんですけど、まあ、ずっと仮面をつけてて、まあ、顔は見えないことになってるんですけど、一応いや配役というか役者的には、スミスらしいですね。ヒューゴ・ウィービングっていう方なんですけど、がやっていて、まあそんな感じなんですけど、まあそういうまあネットはあるんですけど、まあ吹き替えで見るんであんまりそこは気にならないんですけど、本当にね、詩です。アクション映画とか一応これ SF のとこに多分レンタルビデオとか置いてると思うんですけど、なんか、詩です。白黒映画的ななんか芸術というか、そっちになんか思いっきり全振りしているような美しさがすごくある
映画です。マトリックスはまあその3本とか4本とかってあるんですけど、やっぱこれは1本でその最初から最後までまあ見れるっていう、まあ、美しさがあって、まあ、分かりやすいっていう点で、まあ、これ5 for Vendetta すごくいい映画だと思ってます。